アスプローバサンプル後のデモンストレーションを行います。これがアスプローバです。品目テーブルを開きます。この工場ではキャップ付きのボルト AX を作っています。グラフィカル製造ボムを選択し AX の生産工程を表示します。まず、ボルト A を作ります。M1 原料をカット工程に投入し、プレス工程、インスペクション工程を通って A を作ります。AX はX と A から作ります。アセンブリー工程とインスペクション工程を通って AX ができます。スプレッドシート表示に切り替えて詳細を確認します。AX を1個作るためにアセンブリー工程では A とX を1個ずつ投入します。アセンブリーラインでは1個あたり6秒かかります。第2工程のインスペクション工程では資源インスペクション2を用いて6秒で1個検査できます。アセンブリー工程の終了時刻とインスペクション工程の開始時刻の間に120分以上の待ち時間が必要です。このため、重なり方法に ES、重なり min に120を設定しています。次に A の製造工程を説明します。A はカット工程、プレス工程、インスペクション工程を通って作られます。カット工程では原材料 M1 を使い、使用量は 0.01 です。M1 を1つ投入すると A が100生産できるという意味です。カット工程では資源カッター1を使い6秒で1個生産できます。プレス工程ではプレス1、プレス2のどちらかを使い1個あたり5秒かかります。また前段取りに30分かかります。重なり方法に ES、重なり min に60を設定し、カット工程の終了時刻と、プレス工程の開始時刻の待ち時間が60分以上あることを加味しています。最終工程はインスペクション工程で、資源インスペクション1が使えます。次に自動補充について説明していきます。自動補充とは、原料となる品目が欠品しないように自動的にオーダーを登録してくれる機能です。これは品目テーブルで自動補充フラグに設定します。AX の自動補充フラグは、はい、1対1生産です。受注オーダーごとに AX の製造オーダーを1対1で作ります。これが1対1生産です。A に関しては自動補充フラグがHIGHに設定されています。必ず5000個単位で製造するので、製造ロットサイズ、min、max がそれぞれ5000です。調達方法は内製優先です。もし在庫が十分でない場合は、5000個を生産する製造オーダーを自動的に登録します。原材料 M1 は、1個から100個の単位で調達する購買品です。自動補充フラグは、はい。調達方法は購買優先です。購買ロットサイズは1から100です。M1 の在庫が十分でない時には、自動的に購買オーダーが登録されます。この時、必要な数量に合わせて、数量が1から100の範囲で自動計算されます。このため、常に適切な数量だけ調達できるようになります。
原材料 X も自動補充するのですが、使用量が多く、まとめて調達したいので、購買ロットサイズは1万です。次にオーダー情報を定義していきます。これがオーダーテーブルです。オーダー1は受注オーダーで、AX を6月11日の12時までに3000個、優先度は80です。2行目は M1 の在庫オーダーです。M1 が6月3日に10個あることを示しています。これでスケジュールを作ることができます。リスケジュールボタンを押します。これらのオーダーは自動的に補充されました。AX の製造オーダーは自動的に補充され、数量は3000です。A も数量が5000のオーダーが補充されています。AX が3000に対して A が5000と多いのは、品目 A は製造ロットサイズが5000に設定されているからです。X の購買オーダーも自動生成され、数量は1万です。M1 の購買オーダーも自動生成され、数量は40です。M1 の現在庫が10で、必要量が50なので、賞味の必要量が40というわけです。資源ガントチャートに行き、結果を見るとこのようになっています。これが受注オーダー1です。これは AX の自動生成された製造オーダーです。AX のオーダーに紐づいて、A、さらに X、M1 のオーダーがスケジュールされています。M1 については、現在庫10個と補充された購買オーダーから供給されていることもわかります。